ママ上といえばさ、みんなに言いたいことがある。団長本当に配信最近してなくてごめんねっていう話をちょっとしたいの。団長一番に今団員さんに申し訳ないなって気持ちがあるんだけど、第二に母上に申し訳なくて、最近毎日母上と電話してるんだけど、その電話の内容がなんか、のえちゃん配信してないけどどうしたみたいな、今日もあれかな、お外の仕事が大変だったんかねみたいな、そのお休みなのって、じゃあちょっと話せるみたいな感じで、それが毎日っていうとちょっと盛りすぎだけど、まあ、2日に1遍ぐらいだから、ここ最近ちょっと母上と電話してたよね。そうえ、ご出演のかいや、おかあー、ちょ、母上はちょっとそういうの苦手よ。母上はちょっとそういうなんか人前に出るの恥ずかしがり屋だからダメ